まったらこっちにおいで。最後に少し話をしよう。教授。はい、母上。母が今から聞くことを、人よりも強く生まれたのか分かりますか？分かりません。弱き人を助けるためです。世のため、人のために使わねばなりません。私腹を肥やすことは許されません。忘れることなきように。はい。長くは生きられません。あとは頼みます。思い出したことがあるんだ。俺のせいか、歴代の縁柱が残した手記があるはずだ。君が言っていた日の神神楽について何か。煉獄さん、傷を塞ぐ方法はないですか？俺はもうすぐに死ね。自分の心のまま、父には体を大切にしてほしいと。それから鬼殺隊の一員として認める。誰が何と言おうと鬼殺隊の一員だ。心を燃やせ、歯を食いしばって前を向け。